たしました。次は信号をかけて、次は信号をかけて、途中前の走っております列車が湖西線内強風により速度を落としておりました。その影響でただいま15分ほど遅れて京都駅を出ております。次の新大阪には13時2分ごろ、終点の大阪には13時7分ごろの到着となります。